はい、みーママでーす。今日はこちら、久しぶりにダイソーに行ってきたので購入品紹介していきたいと思います。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで、しばらくちょっと購入品がなかったので、また100均とかに行ってほしいっていうリクエストもいただいてたので、ダイソーに行ってきました。まずこちらのメラミンスポンジになります。これはもういつも買ってる商品なんですけど、メラミンスポンジがなくなってきてたので買いました。で、ダイソーで買うときはいつもこのオチオチ V キングっていうね、このね、絵が描いたメラミンスポンジをいつも買います。小さいサイズと大きいサイズを買ってきました。中をね、開けるとこんな感じで、こっちがね、大きいサイズなんですけど、で、こっちが小さいサイズになります。あのね、両方すごい使いやすくって、毎日の掃除の時はもうこっちのね、ちっちゃいサイズでこうジャーって洗ったりしてて、こっちのね、大きいサイズの方は普段あんまり掃除しなくって、週に1回とかね、掃除する時とかに使ったりとかしてるんですけど、別にまあどっちもどっちで使いやすいので、私はいつも大と小を買うようにしてます。お掃除イカラクシートっていうね、ちょっと初めて見た商品やったんですけど、気になって買ってみました。これはしつこい油汚れとかガスコンロとか電子レンジの内側に使えるそうです。重曹が配合されてるみたいで、ちょっとね、気になって買ってみました。汚れがひどい時は洗剤を利用してもいいそうです。6枚入ってます。これね、ちょっとまた使って、よかったらリピートしたいと思います。続いてこちらのマスクを2つ買ってきました。これはね、もういつも使っててリピート商品です。これね、大きいサイズもあるんですけど、私はね、いつもちょっとこっちのね、小さいサイズを買ってます。で、30枚入ってます。これね、ほんまにお得やと思います。ちょっと薄いんで、花粉とかをね、ブロックっていうのはちょっとどうかなって感じなんですけど、すっぴんとかでね、お出かけするときに使ってるので、もう全然十分なので、いつもこれをリピートしてます。ほんまこれね、ダイソーですごいおすすめの商品です。続いてこちらのネスベルハンガーっていうものを見つけて買ってみました。この写真にもあるように、ネクタイやったりとかスカーフやったりとかベルトとかもね、こうやってかけれるようになってて、うちのパパは現場仕事なので、ネクタイとかベルトとかそんなに持ってないんですけど、ここにね、かけてクローゼットに直そうかなと思って買ってみました。色もね、白やし、なんかちょっと形が可愛いですよね。これもね、使ってみたいと思います。こちらのフードパックの S サイズになります。これ普通のね、使い捨てのフードパックなんですけど、もう家にね、なかったので買ってきました。で、これは18枚入ってます。これはね、もう家に普通にストックしておきます。続いてこちらも使い捨ての歯ブラシになります。これももう何回もリピートしてる商品なんですけど、7本入ってて、お友達とかがね、泊まりに来た時にこれを使ってもらってます。になります。これももうリピート商品で、すぐなくなっちゃって、ピザとか頼んだ時とかにね、洗い物めんどくさいので、これを使ってもらってるんですけど、私はね、いつもこの18センチぐらいのサイズを買ってます。すぐなくなっちゃうので2つ買ってきました。なります。3つさせるようになってて、これはね、200円商品でした。ちょっとね、2回で使いたくて買ってきました。続いてこちらのお箸とスプーンのセットになります。こんな感じですね。このね、スプーンが気になって買いました。なんか口当たりが良くて、すくいやすいらしくて、気になって買ってみたんですけど、丼やったりとかお茶漬けとか食べるときね、こういうスプーンがね、一番使いやすくて、キャンドゥにね、いい感じのものが昔売ってたんですけども、それがね、最近なくって、あるんですけど色が赤紫みたいな色なんで、今回はね、ちょっとダイソーのを使ってみたくて買ってきました。続いてこ
こちらのグラスと食器用の布巾になります。これまあもうこのまんまなんですけど、私今までずっとキッチンペーパーで拭いてたんですけど、無駄じゃないですかっていうコメントをいただいて、確かにそうなんですけど、こういうね布巾を使って拭いて、それを洗ってまたそれで拭くっていうのがなんか苦手なんですよ。キッチンペーパーで拭き出してから何年やろ。久しぶりにもう一回ね布巾で拭いてみようかなと思って買ってきました。なのでね、ちょっと使いたいと思います。やっぱり嫌やなと思ったらまたキッチンペーパーに戻ると思うんですけど、はい。続いて割り箸です。これももういつもリピートする商品で、割り箸が家になかったので買ってきました。こちらのポーチになります。これめっちゃ可愛くないですか。こんな感じでね、モノトーンのポーチになってます。これは可愛いよ。ルーキーすごい乾燥がひどくって、この時期だけすごいもうカッサカサになるんですよ。で、この前ちょっと病院に連れて行ってきて、で、お薬をね、もらったんですけど、外にもね、持っていかないとすぐにカサカサになるぐらい乾燥肌なので、この薬をね、持ち歩く用でちょっと使いたいなと思ってます。続いてこちらのツインホールケーブルクリップっていうものなんですけど、こんな感じです。これはね、今回初めて見ました。ケーブルをね、こうまとめとくクリップなんですけど、これまた使ってみます。続いてこちらもリピート商品なんですけど、ダイヤモンド鱗取りになります。これはね、お風呂の鏡やったりとかをこれでバーってこすったりしてるんですけど、まあこれはねリピート商品です。はい、続いてこちらのガラスかかとやすりっていうのを見つけました。こんな感じです。これもめっちゃ気になって買ってみたんですけど、もうね、この年になるとね、かかともガサガサになるんでね。おー、すごい。あ、お前ガラスになってる。うわ、ガラスになってて、ここがね、ヤスリになってる。わー、これちょっと使うの楽しみ。続いてこちらのヘアスクリューピンですね。めっちゃ可愛くないですか？クリスタルになってるんですよ。ちょっとなんか、おしゃれなとこ行くときに、髪の毛アップにしてつけたら可愛いかなと思って、そういう日が来るまで家に置いとこうと思います。続いてこちらのつけまつげになります。私がね、今使ってるつけまつげが、こちらのつけまつげを今使ってるんですけど、ストックとして2つ買ってきました。昔はね、100均のつけまつげって、もう硬くってバッサバサしてて、ザーつけまつげって感じだったんですけど、今のね、100均に売ってるつけまつげは全然そんなことないので、100円でも全然十分なぐらいのクオリティなので、最近私はこれを使ってます。で、ルーキーが4月から幼稚園ということで、ちょっとね、幼稚園で使えるようなものを買ってきました。まずこちらのトイストーリーの旗ですね。めちゃめちゃ可愛い。ハムやったりとかね、卵とかなんかいろいろ使えるかなと思って、ルーキーが行く幼稚園は給食なんですけど、週に1回だけねお弁当の日があるので、その時にね使いたいと思います。続いてこちらのワッペンになります。これね、もう一つあったはずなんですけど、あったこれもめちゃめちゃ可愛い。バズとね、ウッディのワッペンになります。帽子とかにつけたら可愛いかも。そう、あのね、ルキとのその幼稚園のグッズをそろそろもう揃えていかないとダメなんですけど、キャラクターにすっごい悩んでたんですよ。インスタでね、こう皆さんに質問をして、一番多かったのはやっぱカーズでした。あとやっぱもうキャラクターもにすると飽きが来るので、シンプルにしてますっていう方もいたし、それぞれやったんですけど、私もすっごい悩んだんですけど、トイストーリーがめっちゃ好きなんですよ。なんかね、このポップな感じとか色合いとか、もうキャラクターも好きやし可愛いんで、なのでルーキーはトイストーリーで揃えようかなと思ってて、ゲームして、そう、この前なゲーセンで私が撮ったんですよ、このバズとウッディを。もういくらかかったかわからへんけど、これをね、二人ともなんかすごい好きみたいで大事にねしてくれてるんですけど、なので我が家は今回はトイストーリーで揃えようと思ってます。のルーキーが行く幼稚園は私立なんですけど、結構ね決まったもんが多くって、文房具とかももう幼稚園で決まってるものがあるので、揃える
って言ったらお弁当箱やったりとか、あとねコップとか歯磨きセットとかなんかそんなんなんで、まあそれはまた買いに行ったら紹介してほしいっていうリクエストもたくさんいただいてるので撮影しようと思ってるんですけど、ということでこれねダイソーにこんなに可愛いねワッペンが売ってたので買ってきました。他も売っててミッキーも売ってたし、モンスタードリンクのサーリーも売ってました。で女の子はプリンセスが何個かあったかな。ぜひ皆さんチェックしてみてください。今ねほんまダイソーこのディズニーとコラボがすごいいっぱいありました。続いてこちらもねネームワッペンなんですけど、これもトイストーリーがあったので一つ買ってみました。かわいい。もうね一個一個にこう名前をねつけないとダメなので、3月はねやることがありすぎて大変やと思うんですけど、3月末までぐらいに一人一人ねこうマークがもらえるみたいで、このねマークをこうつけてあげないとダメなんですけど、このマークが分かり次第名前をね全部書いていこうと思ってます。こちらは穴を開けずに留める名札クリップっていうものになります。こんな感じですね。私3人兄弟で弟がね2人いてるんですけど、私だけねちょっと違う幼稚園やったんですけど、弟たち2人は今回ルーキーが入園する幼稚園の卒園しててそこの幼稚園に行ってたので、ママに名札とかあんのみたいな話聞いたらあるよ言ってたんで、はい、これをね買ってみました。いやーなんかねこういうの揃えてたらなんかどんどん私が楽しみになってきて、幼稚園に入ったら使いたいと思います。はい、ということで購入品は以上になります。生活用品ばっかりやったと思うんですけどすみません。気になるものがあったらぜひねダイソーチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。